これ、獅子郎の挨拶を決めるっていうやつなんだけど、はい、ボタンちゃんのあの挨拶って僕だったら、まあ、もぐもぐおかゆっていうのがあるんだけど、うん、ボタンちゃんはなんかそういうのあります？配信やるときはもう一回てララーよーってこう、うん、ねねちゃんが動きてるね、ララーよーそのねねちゃんが作ってくれた歌を歌いつつなんですけど、うん、その正式になんかどうもみたいな、なんちゃらなんちゃらししろボタンですみたいな挨拶自体はなくて、あ、これはララ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 ライオン今ちょっと目をそらしてこれはね、ジョイマンさんっていう人の、うん、あのネタだね。大丈夫ですかね、ララララ、ダメだ、ダメだね。あ、ダメですか終わるときはでも、じゃあまたみたいな感じなんですよ。じゃあ終わりの挨拶は、終わりの挨拶決めれますか？じゃあララヨーンだから、うん、それを全部逆再生で歌ったら、ララヨーンだからうん、オンイーララララ、うん、オイーララほらーじゃんどうオイーララララオイーララララどうボタンちゃん、わかりました。じゃあちょっとしばらくやってみてちょっとまず後々アンケート取ってどうでしたかみたいなこの終わり方はどうでしたか。確かにね、親しみが生まれましたか。普通だった、良くなかった、とても良くなかったのいやなんでよ、この段階に向けてちょっとパーセンテージを取りたいかなと思いますめっちゃいいと思うんだけど。本当ですか？気に入ってるボタンちゃん。ちょっとまだわかりませんねこればっかりは。でやっぱ親しみって後からさついてくるものだと思わない？ずっとやってたらそれがそう、うん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 、なんか やれってことですよねわかりました。じゃあ、うん、なので1ヶ月ちょっと続けてみます。やったー。だからビフォーアフターをちょっとお知らせしますね、まあ、そうだね、うん、ちゃんと見に行くからね。 あ、本当ですか、うん、やってるかどうか。そうやってるかなって最後だけちょっと今日やってないじゃんってボタンちゃん今日やってなかったよね怖っ怖っ、 DM 来ちゃう、そこで好きちゃう、やってなかったよね早いよ。ではなんて言って締めちゃう？あ、じゃないですか。んーらら、なんだっけ、んーもーらら、みたいな。なんだっけ、らいお、んー、だから、んーもーいら、んーおいら、こね、で終わろうじゃん。じゃあ、そっち、ライオン担当お願いします。はい、じゃあ、いきますよ、せーの。んーろ、もーいらら、こね。じゃあ今日はこの辺でお疲れ様でした。ありがとうございます。またね、よかったら見てくださいみんな。ありがとうね。じゃあね、バイバーイ、ありがとう、 Thank you。